さん、桃太郎さん。皆さん、こんにちは。こんにちは。さかです。パパです。今回は、いろはす桃味を買ってきました。パッカーン、桃出ました。果実あふれる美味しさ。桃太郎みたい。桃太郎みたい。桃太郎さん、桃太郎さん。違うわ。違うかね。いろはすのね、天然水使用山梨県産桃エキス入りって書いてありますよ。じゃあ早速ね、ちょっと飲んでいこうかなと思います。ます。いつ出たんだっけこれ。ちょっと前だよね、山梨ブランド。ということで飲んでいきたいなと思います。ます。そうそう。はい、開けてください。はい。うん、開かない。ちょっと待って。なんか入った、簡単だ。ドーン、うん、イロハス、うん、飲んでいきたいと思います。はい、どうぞどうぞ。すごい匂い、うん、すごい匂い。どんな匂い。ん、なんか桃の。本当だ、桃の匂いだね。すごい、すごい 桃の匂い。味はどんなのかな。ちょっと飲んでみます。おいしい。いただきます。おー、すごい桃っぽい、桃っぽい。すごい美味しいな、うん、コンビニで買ってきた。さくらどの味好き。ん、リンゴ、桃とか、みかんとかあるけど、ピーチかな。ピーチ、桃。おー、うん、桃だそうです。パパも、あ、パパはリンゴとこの桃が好きです。はい、両方とも。うん、両方ともです。これ美味しいね、美味しいね。どんな味かって言ったら、本当に桃食べた時のあの味がふわっと広がってきますね。うん、桃が終わりました。あの、匂いはね、本当に桃です。味もね、桃です。匂いは桃ですって、匂いだけかよみたいな感じになっちゃうね。ということでね、今回ね、こんな感じでございます。いろはすのね、桃味を飲んでみました。虫入ってくる。虫入ってくる。入んないで大丈夫だよ。はずい。ということで、今回はいろはす桃味を買ってきました。どうでしたか。美味しかった。美味しかった。どんな味だった。桃の感じかな。桃の感じ。うん。ではまた次回の動画でお会いしましょう。はい、バイバイ。また見てね。バイバイ。チャンネル登録よろしくね。よろしくね。ぬっきぬっきぬっきぬ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 き。